木曜日恒例、敦夫さんの川柳から参ります。どうせまた言った言わない藪の中。敦夫、言った言わない藪の中、さっき伊藤敦夫さんからお話がありました通り、来週の月曜と火曜ですね、はい、与野党ですったもんだの挙句24、25、国会を閉じていますけど、いわゆる閉会中審議、はい、ということになりまして、はい、安倍総理出席のもと、はい、衆参両院で、それぞれ行われる、うん、5時間、5時間でしたっけ。そうですね、うん、まあ、当初トータルで7時間とか自民党してたんですけど、5時間5時間2日に分けるということになりましたね、はい、結論はもう分かってるんですよ。その言った言わないのやり取りで水かけ論で、うん、ね、結果真相は藪の中かもしれない。でもそれ見てる側にとってはですね、また別の角度でいろいろ見られると思うし、見てる皆さんの判断なんですね、これ、うん、もうこうなってくるとね、はい、で、まあ、やることになりまして、まあ、結構これいよいよ面白いぞっていう感じになってきていて、うん、何がというと、まあ、中身のね、さっきの水かけ論はとにかくとして、まあ、2日間にわたって開かれると、うん、いうことで、最初24日は衆議院、25日が参議院ということになりましたね。で、まあ、それに向けていろんな動きが今起きてて、うん、まあ、たまたまここへ来て、またまた稲田防衛大臣のですね、はい、南スーダンの日報問題、陸自にあったなかった、これ実は稲田さん事前に知ってたんじゃないかみたいな報道があって、これも一つ騒動になってるし、それから以前から国会で非常に面白答弁をしていた山本幸三さんという方がですね、はいはい、これがまた獣医師会との会談でもう掛けありきみたいなね、発言をしたんじゃないかという報道も、まあ、今日ね、新聞や週刊誌で出てきて、まあ、要するに盛りだくさんという感じになってきてるんですけども、うん、まあ、おそらく集中審議、これ予算委員会ですから、実は何をテーマにしてもいいんですよ、何を聞いてもいいんです、全くこの関係ない話聞いてもいいんですね、予算に全部絡むということ。ただ、まあ、今回の場合は間違いなく例の加計学園問題と、それからおそらくこの稲田さんの絡みのね、はい、南スーダンの PKO の問題、この2つが中心的な多分テーマになるんだろうなという気がするんですね。で、まあ、ただここまでの経緯をちょっと振り返ってみたいんですけれども、まず通常国会、結局その例の共謀罪、かなりですね、委員会の採決を飛ばして中間報告という形で強引に成立をさせた上で幕を閉じた。あの時言われてたのは、もう加計学園の問題で国会開いてると追及されるから、もう早く閉じちゃった方がいいんじゃないかと、いう、まあ、これは見方ですよ、一つの見方だけど、が流れて、まあ、結果的に国会が閉じてしまったという中で、今度は野党側が冗談じゃないと、閉会中でもやれるじゃないかということで、安倍総理自身も確か国会終わった直後に、これからも何か指摘があれば、丁寧に説明をしていきますと明確にこうおっしゃったこともあってですね、野党の要求に対してもう与党側というか政権側が徐々に徐々にこう、まあ、後退していって、で竹下国対委員長、自民党のね、が、何を言ったか、途中でね、都議選の結果を見て考えるって言ったんですね、うん、何の関係があるんですかね、これ、都議選の結果と、ね、疑惑に対する審議っていうのは全く関係ないんだけれども、まあ、結果的には都議選の結果、自民党大惨敗だったもんですから、うん、まあ、渋々、しょうがねえかっていうことで、例の連合審査をね、この前、文部科学委員会と、内閣委員会で連合審査を、まあ、開きました。そこで前川前次官が、出てきてですね、で、まあ、基本的に言うと行政がねじ曲げられたんだということを、主張されて、で、まあ、政権側あるいは関係者、政権関係者と真っ向からこうぶつかったわけですよね。ただここには安倍総理はおられなかったと、まあ、G20 でね、どっか、行ってたんですよね、はいはい、まあ、どこでもいいですけどね、はい、で、まあ、当然、まあ、結果的に結論を見えたものは見えなかった、うん、わけですね。でそこで今度は野党がやっぱり安倍総理出てよと、丁寧に説明するって言ったじゃないのということで、だんだん、まあ、要求をし始めて、でそれに対して竹下自民党国対委員長は最初はずっと拒否していた、はい、ですが、で最終的に与野党の国対委員長会談、民進党の山井さんと会った時に拒否しますと、言った2時間か2時間半後にですね、
いきなりやっぱ総理が出るっておっしゃってるんでやりますよってこうコロッと変わったんですね。これ私何度も言ってるんですけど、テレビなんかでも言ってるんですけど、勘ぐるとね、最終的に総理が決断をされたんですと、総理はもう積極的にこう説明をしたいとおっしゃってるんですというなんかこう印象付けをね、したいがために、だって国対委員長がですね、総理なり総理の周辺と意思疎通をしながら拒否するとかしないとかって決めてるはずなのに、意思も聞かずにですね拒否しますって勝手に言えますかね。でまあ結果的に、まあ、そういう演出をしたのかどうかわからないけど、まあ、総理の意向で、まあ、開くことになりましたと。まあ、あんなことやっても別にもう今こういう状況だと全くプラスにならないんですけどね。いや総理すごいな、積極的に説明しようとしてるのって誰も思わないんだけど、まあ一応そういう形で開くことになったと。で今度は開くことになったんだけど、またまた竹下国対委員長がですね、与野党のこう時間割ね、まあ、質問時間というか、まあ、時間割なんですね、質問と答えをセットで時間ではあるんですけど、これ半々にしようよと、うん、5対5にしようよという主張を、まあ、ある意味とんでもない主張をしだしたわけですよ。でこれどう考えたってなんか安倍総理をあんまり野党の批判にずっとさらされ続けたくないと、なんか与党のやらせ質問でですね、まあうまく総理にその説明をさせようという意思ばっかり、なんか入りましたね、はい、今地震の情報入りました、はい。先ほど午前9時11分ごろ東北地方でやや強い地震がありました。震度4が宮城県中部、福島県浜通りとなっています。なおこの地震による津波の心配はありません。9時11分ごろ東北地方でやや強い地震がありました。震度4が宮城県中部、福島県浜通りとなっています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした、はい、また入りしてお伝えします、はい、伊藤さん、まあ、そこで話戻りますけど、自民党は安倍総理に丁寧な説明してもらうために5対5にするんだっていう、うん、これは理屈にも何にもならないですね。で、まあ、結果的に、まあ、昨日最終的に決まったのは 7-3 だったんですけど、そもそも集中審議での2対8っていうのはこれ別に法律で決まってるわけでも何でもなくて、うん、ただ、まあ、国会の慣例ということでですね、もうここ20年間、予算委員会の集中審議っていうのも何度も開かれてるんですけど、この間、全て大体この2対8なんですね、うん、でそれはやっぱり与党が質問したって結局その政権と同じことしか言わないわけだから、そうじゃなくて野党が聞きたいことをどんどん聞いてもらうっていうのが基本的な考え方 でそのために2対8で、民主党政権時代もですね実は3回開いてるんですけど、鳩山政権と菅政権と野田政権 で鳩山政権の時がやっぱり2対8です。それから菅さんの時は、まあ、ちょっと細かく言うとですね、27対83だったんですよ。何ぞそれ、28よりももっと野党に時間を割いたんです。で野田さんの時はもっとひどくて、うん、23対87だったんですよ。だから9割近く、うん、9割じゃないや、足すと110になっちゃうの、違います。ね、13対87 ですね、17対83、つまり野党の方に、うん、当時の自民党の方に、まあ、譲歩したってことですね、うん、結局当時野党は自民党でしたから、うん、自民党はこの9割近い時間フルに使って徹底的に政権を攻め立てたわけですよ、うん、で自分たちがそう野党の時はそういうことをやっといて、うん、いざ与党になったら半分してくれって、うん、これね僕不思議だなと思うんですけど、今政権もそうかもしれないし、自民党もそうかもしれないけど、国民からこういうことを言ったりこういうことをやったらどういうふうに見られるかっていうのがもう分かんなくなってきてるのかな、うん、完全にこう内向きの守りに入っちゃってるのかなっていう感じが非常に強くするんですね。これ決してこんなことやったってプラスになりませんよ、間違いなく。で、まあ、結局じゃあ、まあ、5-5だって、これ悪徳商人みたいなもんで、最初高い値段ふっかけてですねだんだん下げてくるみたいな話になってくるわけですけど、最終的に野党が要求した2日間に分けろっていうのはこれは与党が飲んだから、与党が5対5にしてくれっていうのは7対3ということで、
8-2 から1つ下がったわけですね、うん、まあ、野党飲んだわけですね、うん、僕ねこれ5対5でダメなら開かないって竹下さんが言ってたんだ、うん、じゃあ開くなって野党開き直ってもよかったと思うんですよ。あ、逆にね、うんうん、要するにそれでへりくつこねて逃げてんだねって話になっちゃうわけですから、うんうん、むしろ自民党の方がそういう状況になったら苦しい立場に追い込まれたはずなんですね、うん、はい、まあ、でもまあ一つ譲歩したということで、うん、まあ、渋々なんでしょうね。さて、まあ、そんなことばっかり言ってもしょうがないんで過去の経緯はそういうことでした。で、実際来週月火予算委員会集中審議開かれますけど、一体見どころは何なのかなって考えると、まあ、さっきも言ったように一つはやっぱり稲田さんの問題なんですね。ただこれはまだ事実かどうかはっきりしません。ただ僕はいろいろ話聞いてる中で言うと、今特別監察っていうのをね、はい、防衛省をやっていて、これは稲田さんの指示で防衛省が始めたんですけど、うん、その結論が、まあ、明日とかなんか出る、まあ、近々出ると、まあ、21日を予定してるとは言ってますけどね、うん、少なくとも内閣改造の前には出すという話ですか、うん、まあ、もうすぐ出るんだと思うんですね。でそれとの絡みの中でこの話が出てきているような気がするんです、うん、でそれは要するに特別監察っていうのは、まあ、新聞なんかでも報道されてますけど、元検事長、後見の検事長の方がトップで、まあ、第三者も入ったね、組織なんですけど、ただそれにしても大臣が任命してるわけですから、うん、大臣の指示に従って監察を行っていると。でおまけに政務三役、大臣、副大臣、政務官は対象にならないと。監察対象外なんですね、対象は職員だけなんですね、うん、でそれで監察内容がどこまでね、掘り下げられるかと。で同時に並行してどうもいろんなの内容的なものが漏れてくると陸自が全部悪いみたいな感じになってるって説があるんですね、うん、でそうすると陸自の中でこの問題に関しては日報最初陸自ありませんと破棄しましたと言ったところがその後陸自の中から出てきた、うん、出てきた後陸自はこれ公表するしかないねっていう方向で動いてたのが途中で止まったという経緯がどうもあるらしいんですね、うん、でそういうことも含めてそれは陸自も悪いんだけど、うん、陸自のせいだけじゃねえよという思いがどうも中にこう強くあるらしい、うん、そういうものの紛失が実はこのリークにつながってんじゃねえかという説もあるんで、うん、内部リークだとすればかなり信憑性高いんですね逆に言うと、うんうん、単なる外からの取材ではないですから、うん、で各紙が揃って複数の政府関係者って言ってるじゃないですか、うん、つまり複数のリーク元があるってことなんですよ、はいはい、うん、まあ、そういうことも含めて考えるとこれ稲田さんこれから追い詰められるのかなっていう感じもあるんですが、うん、まあ、ここが一つポイントになりますね。で、まあ、今更追い詰めても、まあ、次の会場で多分稲田さんクビになるんでしょうから再来週ですねどうなのかなっていうのもあるんですけど、うん、昨日ねなんか二つ木さんとかいう人が、うん、性格の悪い伊藤がどうだこうだって言ってましたけど、うん、私はもうぜひ本当に稲田さんね留任していただきたいです ね何やったって全然問題ないって政権が言ってるんですから、うん、それならね続けていただいて、うん、相変わらずハイヒールでね官邸をカップしていただきたいなと思っているんですよ、うんうん、嘘ですけどね、はい、まあそれが一つありますよね。でもう一つやっぱり言うまでもなく加計学園の問題、これもまた今日新たなね、うん、報道が出て例の山本幸三大臣がですね、もともとね石破さんから山本さんに、特区担当大臣地方創生担当大臣が変わった途端に事態が急激に動いたっていうのはこれ、うん、客観的な事実なんですよ、はいはい、で、まあ、その山本さん、うん、実は獣医師会行ってですね、うん、もう賭けありきだよみたいな話をしたとかしないとかっていうのがまあ出てきている。これもまた一つ対象になるんでしょう、うん、ただ、まあ、今回の加計学園の問題に関する審議に関して言うと、まあ、やっぱりキーパーソンってこの前前川さんがおっしゃった、これ今回加計の問題で僕2つポイントがあると思ってるんですね。一つは前回の連合審査で前川さんが証言されたこの件のキーパーソン、泉総理補佐官、うん、で泉さんからこれは総理が言えないから自分が代わって言うと言われたと、国会の場で前川さん明言されたわけですよね。で今度はどうやら安倍総理とともにこの泉さんも国会に出てくるらしい、はい、ようやく出てくるらしい。
この2人の対決っていうのをやっぱり見たいわけですよね、うん、前川 VS 泉というわけですね、はい、であの前回の連合審査でも僕一つだけ、まあ、珍しく言ったら怒られますけど蓮舫さん良かったなと思ってるのは、うん、蓮舫さんの質問の中で前川さんと菅官房長官に対して、うん、であの前川さんがあの地位に連々としてたっていうのは、うん、菅さんの発言を持ってきてこれ本当ですかってことを交互に簡潔に聞いていきましたよね、うんうん、で前川さんが否定する前川さん否定してますよね菅さんどうなんですか、うん、で菅さんがそうだっていう前川さん菅さんこう言ってますどうですか、うん、あのやり方が、ね、すごくいいと思うんですよ、うん、で何がいいかっていうとおそらく水掛け論ですよ、うん、両者主張は変えないはずですからだけど見てるからからするとすごく分かりやすいんですよ、うん、でもっと言うとそれは皆さんの感じですからどう受け取るかは知らないけどもどちらにしてもどっちが信用できるかなっていうのが交互にすぐ出てくるとですね、あの見えやすいんですね、うん、でそういうやり方をしているとやっぱりその、証言や答弁の中でほころびが見えてくるんですよ。一つあの件で言うと菅さんにちょっとほころびが見えた、うん、それは何かというと要するに連々としていたっていうことについて自分が直接それを事実として把握していたんではなくて、うん、杉田さんという官房副長官の報告で、うん、そう認識していたんだということを言い出したんですよ。そうするとあ、じゃあ今度杉田さんにも聞かなきゃいけないよねっていうふうになってくるわけですね。だからあの方式で今度も前川さんと泉さんを交互にやっていく、うん、だから野党にぜひお願いしたいのは野党の皆さんね、どうか演説はやめてくださいと、ね、自分の説をとうとうと述べる無駄な時間を使うのはやめてくださいと、ファクトを一つずつ簡潔にぶつけていってくださいという気がするんですね。ですからもしそれを、まあ、蓮舫さん方式でこの前川さんと泉さんとぶつけ合えばなんか少し見えてくるかなと。で今のところその政府側の、まあ、野党が要求している出席参考人のねリストの中で出てくるというのはある程度分かっているのは、まあ、安倍総理もちろんですけど、泉さんぐらいなんですね。だけどできれば例えばそのこれは総理の意向だって言ったという文書が残っている、うん、藤原前審議官、うん、前審議官だって未だに役人ですから、うん、あの人ねおまけに内閣府に骨をうずめると言いながらさっさと経産省帰っちゃってるんですよね、うん、まあ、その経緯も聞いてもいいと思うんですけど、いう方とか、それから、まあ、誰とは言いませんが、まあ、文科省から天下って加計学園行ってる方、うん、木戸さんって方ですか、うん、これ聞いてもしょうがないと思うんですよ。だって、加計学園側のサードの発言しかしないんだから、あまり意味ないと思うんですね。で、その他、まあ、やっぱり加計孝太郎さん出てくるのが一番面白いんですけど、まあ、それは当然、与党政府側は絶対出さないでしょうね。いうことになると、まあ、今、ポイントなのはやっぱり、一人は泉さん、ようやく出てくるわけですから、うん、まあ、ここをぜひきっちりね、野党側、野党はだって新事実発掘するだけの能力ないですから、うん、その意味では蓮舫さん方式でその証言でね、うん、畳み かけていくっていうやり方が、まあ、一番いいだろうと思うんですね。でもう一つのポイントは何かあったら言うまでもなく安倍総理が今度どういう、ね、はい、話をされるのか、どういう説明をされるのか、まあ、この一点ですよね、うん、でその説明を聞いた国民の皆さんが果たして納得するのかしないのか、いうことだと思うんですけどね。多分ね安倍総理がされる説明っていうのはこれまで通りの延長線上だと思うんですよ。だっていや僕さ実は加計君と友達だったからちょっと優遇しちゃったんだよねなんてことは絶対ありえないし、うん、まあ、そんな事実もないんでしょう、あるかないか知りませんけど、そんなこと言うわけないわけですよね。だとすればこれまでのようにいや自分は一切この問題に関与したことがないと、これは規則に従って粛々と進んだ結果こうなったんですということを繰り返し説明される以外にないだろうと思うんですね。もし何か踏み込んでこれまでの説明と違うような説明をすればこれはおーってなるんですけど、まあおそらくそんな可能性はちょっと低いかなと、いう気がするんですから、するもんですから、まあやっぱり結局言った言わないってことになっちゃうのかなという感じはします。だから逆に政府首脳なんかでも、まあ、どうせそのやったって言った言わないに終始するんだから堂々巡りだと、予算委員会なんか開く必要ねえよってずっと言ってた方もいらっしゃるわけですよね、うん、
だけどそれはちょっと間違いで、みんながやっぱり関心を持っているのは安倍総理どういう説明するんだろうっていうところだと思うんですね、うん、で逆に言うと現時点でこれだけ支持率が急速に内閣の支持率ですよ、自民党の支持率はそんなに下がってないんですよ実は、うん、内閣の支持率だけがこんなに急激に下がってる。でその中身を見ていくと不支持の理由の各調査データのほとんどがトップで、中には不支持理由の半分以上が総理が信用できないになっちゃってるわけですよ、うん、ですね、これひっくり返すのはなかなか大変だと思うんですよね、うん、で逆に言うとでもそういうその総理が信用できないっていうところを、いややっぱり総理やっぱり信用してもいいかなって思わせることができるかどうかっていうのは実はこの予算委員会にかかってると思うんですね、うん、ここでそれができないまんま行ったら、まあ8月3日とか言われてる内閣改造をやったところで、うん、国民の信頼とかね支持は回復おそらくしないでしょうし、うん、まさに安倍総理にとってこれある種のこう正念場に近い場所になるのが今度 の, その予算委員会、うん、閉会中審査集中審議になるんじゃないのかなという気がするんで、今後の安倍政権の行方、あるいはその安倍政権をめぐる、与党内の環境の変化を見通す意味でもですね、24、25っていうのはすごく重要な、予算委員会国会になるんじゃないかなと思いますよね。やっぱりこう要点をこう絞っていけば、例えば PKO の問題にしても南スーダン、文言、まあ、自衛隊、陸上自衛隊のある人間がもうの持ってたその文書、もともとは公文書ですよ、日報、はい、その中に戦闘状態ということ、うん、戦闘という言葉がある、うん、でこれ PKO の決まりの中ではその戦闘状態にある場合は直ちに撤退しなきゃいけないってことが、はい、5原則となりましたね、ありますよね、はい、でこれは戦闘っていうことを自衛隊がリポートしてきたということに関してはもうすぐさま行動に移さなきゃいけないのに、皆さんご存知の通り撤退は随分その後になった、うん、はい、これ日本の自衛隊がそこにいて危険にさらされている状態だから早く撤退しようってことですよね、うんうん、それをあんたたちはどう思ったのかっていうのは一点だし、加計学園のことにしてもこれ本当に伊藤さんおっしゃった通り、パフォーマンスはいらない、野党の皆さんヤジもいらない、うん、とにかく事実をどうなのかってことを蓮舫さん方式でやっていく、うんうん、もう絶対これやってほしいですね、うん、で最終的に解明できないにしても、うん、それを見ている皆さんがそれに判断できるようなね、うん、場面を作り出すということですよね、うん、はい、24日25日、月曜火曜、5時間ずつちょっとね皆さん関心持って見てもらいたいです ね、 ね、はい、まあその時間にご覧になれない方、聞けない方もたくさんいらっしゃると思いますけど、ね、はい、いろいろ、まあ、メディアが伝えますんでね、一つ判断の材料にしていただきたいと思います。はい。